アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、影のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やり茶です。令和5年11月12日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、 2023X3 リーグ第4節リードイホートエールズ対広島ホークスの一戦が間もなく行われます。試合開始は1試合目の試合の延長の都合がありまして14時20分キックオフ予定となっております。両チームそのフィールドのウォーミングフィールド前のウォーミングアップを終わりまして、まもなく試合開始の時を迎えようとしております。本日の鶴見緑地はあいにくの雨の模様となっております。この点が両チームの戦いぶりにも影響するような、そのような天候となっております。両チーム今シーズンは非常に好調で、現時点ともに3戦全勝、つまりこの一戦全勝対決となります。もちろんこの試合に勝利したチームが優勝する可能性大きく高まるという、そのような一戦となりました。早速チャット内のメッセージありがとうございます。岩田さんはフライホークス、広島ホークスへの応援メッセージですね。ありがとうございます。両チームさ、後ほどご紹介しようと思っておりましたが、今シーズンの X3 ウエストは非常に大きな変革の年を迎えております。来季 X リーグがリーグ編成大きく編成変わることによりまして、今季 X3 にありますチームはそれぞれのブロック6チームの対抗戦となっておりますが、この上位3チームが自動的に X2 に上がれるという非常に大きな年となりました。この点におきまして6チーム中3位、つまり勝ち越しが条件となりましたが、広島ホークス、リードウェイホークとは共に3勝しまして、その勝ち越しという権利を得ております。しかしまだ相星という可能性がまだ残っておりますので、できれば4勝目を確保し、その X2 昇格を 確定という形を導きたいといった一戦になります。優勝争いとともに X2 確定というその権利を得るための一戦となります。これより両チームによるコイントスが行われます。手前側に陣取りますが、本日はホームチーム扱いとなっておりますネイビーをまとっています広島ホークスです。奥側がアウェーという形になりますが、リードイホートエールズになります。ホワイトのユニフォームです。広島キックオフ、エールズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式形式で行われます。チーム試合前の劇を飛ばしまして、まもなく試合開始となります。まずは広島ホークスのキックオフで試合が始まる形になります。キックオフキッカーは広島ホークス19番の花岡です。立命館大学出身。今季好調な広島のそのキッキングチームを率いております花岡です。対しましてリターン側はリードイホートエールズはリターナーに18番と21番を配置しています。
岩田さんメッセージありがとうございます。広島の3番クォーターバック山口選手に注目ということでメッセージをいただきました。ぜひ注目しましょう。さあまずはエールズリターンに入った。リターナー21番、左オープンをつかんとするリターンを敢行し、自陣34ヤード付近の攻撃位置を得ました。この位置からエールズの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し、攻撃権更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリア、エンドゾーンを目指します。まずはエールズ最初の攻撃に入ります。リードエフォートエールズ、ファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要、距離は10ヤード。いきなりのロングパスです。しかしこのパスは不成功。ナイスディフェンス。ここでエールズその最初のプレー、いきなりタッチダウンを狙うロングパスを投じました。まさに意表をつくプレーでしたが、しかしこれを広島見事にパスカットし、パス不成功に変えています。さあまず最初エールズは大きなビッグプレーを狙わんとするロングパスを投じましたが、これは不成功となりセカンドダウンに変わります。前パスは失敗ですと元の位置に戻されます。従いましてエールズ場所変わらずセカンドダウン10、2回目の攻撃に入ります。これは広島ナイスディフェンス。今度はランニングバックにボールをハンドオフしまして、21番の右オープンへのランプレーを展開戦というところでしたが、これは広島ディフェンス40番でしょうか、素晴らしい対応をしまして1ヤードロスに変えています。倒れたところが前進交代地点という形になりますので、広島1ヤード下げる形に成功しました。広島40番は富永、広島大学出身。さあエールズサーダンイレブンです。さあディフェンス襲いかかる。クォーターバック4番プレッシャーを感じながら急遽ランプレーに変えました。スクランブルのランプレーです。緊急発進のランによって前進を図り、攻撃権更新を突破を狙わんとするところでしたが、攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。その最初のシリーズから非常に激しい攻防となっております。エールズフォースダウン4、フォーメーションを変えます。パンプフォーメーション、キックによる陣地挽回を図ります。パントはキックによる攻撃放棄ですが、このキック力に注目しましょう。このキックは左サイドライン側を蹴り込みまして、広島陣23ヤード付近で外へ出ました。この位置で攻守交代となります。非常にスピーディーな展開を試みましたエールズですが、結果的には攻撃権更新ならず、パントによって攻撃放棄となりました。アメリカンフットボールはこの4回の攻撃権を使い、攻撃権更新を図るか、得点を狙います。まずはエールズの攻撃を広島抑えました。広島攻撃権取りまして、自陣23ヤードからの攻撃に入ります。さあその岩田選手注目の広島のオフェンスシリーズとなります。広島自陣23ヤードからファーストダウン10。さあその注目のクォーターバック3番のランプレーです。パスを投じんと下がりましたが、相手のディフェンスカバーいいと見まして、スクランブル緊急発進のランに変えました。この判断よく約9ヤードのゲインに変えております。まず最初にその快速を披露しましたのはクォーターバック3番の山口でした。アジア大学出身のバイスキャプテンです。広島セカンドダウン残り1ヤードの状況になります。今度は中央へのランプレー、ナイスラン、ファーストラン。今度はランニングバック20番に託しました。ハンドオフから20番中央滑り込むように攻撃権更新を果たしています。広島ホークスファースター。
まず公益権更新の大役を務めましたのはランニング枠20番の玉山でした。京都教育大学出身。さあ両平久松様、佐藤様、敦子様、メッセージありがとうございます。さあチャット欄も盛り上がってまいりました。さあその中で広島の攻撃は継続します。まずファーストランの攻撃ランプレーから入りました。相手タックルを受けましたが、しかし約3ヤードのゲインとしています。広島セカンドダウンの攻撃に変わります。攻撃権更新、残り距離は7ヤード。広島ホークスセカンドダウン7。再びランニングバックに託します。ハンドオフを受けた20番中央突破を試みましたが、味方オフェンスラインの力も借りまして約2ヤードのゲインとしています。キャリア20番は玉山です。京都教育大学出身。さあエールズもここは踏ん張りたいところです。サーダウン5の状況。さあランニング枠39番に託し、左オープンをつきました。味方ブロッカーとともに攻撃権更新図らんというプレーでしたが、わずか1ヤードあるかないかという状況で更新になっておりません。フォースダウンに変わります。ここでホイッスル。39番は竹之内でした。関西大学出身。広島ここで早くも前半1回目のタイムアウトを使いました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。その作戦タイムアウトを広島この第1クォーター早い段階から使う形になりました。この配信は X ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現いたしました。この企画にご同意くださいました多くの企業様、そして個人の方々のご寄付ご支援によりましてこの企画は成り立ちました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。できる限りその期待に応えるべく私も素人ながら頑張りたいと思っております。さあタイムアウトを解きまして広島体型を変えました。パントフォーメーションを取ります。さあここは、エールズ早々に2ダウンしプレーを止めましたが、ここで反則が発生しています。多くのメッセージありがとうございます。久松さんはマーチン頑張れ、佐藤敦子様は本当、岩田さんへのツッコミですね。で敦子様は、94たけし出てこい、94番と言いますと、これは広島ホークスの、斉藤たけし選手ですね。法政大学出身、こちらの名門ですね。先ほどの反則は広島側にありました。レイトヒット、プレーが終了した際にヒットしたとしてからのヒットをしたということです。この反則は重大な反則として扱われます。反則発生しました時点から15ヤードの抜体従いまして、エールズは15ヤード前進しての攻撃権ファーストダウンを得る形になります。岩田さんは玉山選手のラン鋭いですね、この調子でタッチダウンお願いしますというメッセージ。これがいずれ玉山さん選手の、パワーになってくると思われます。さあ試合再開。リードエフォートエールズ自陣33ヤードからのファーストダウン10。これは広島ナイスディフェンス。
ウェールズ中央へのランプレーにより突破はからんというところでしたが、これは広島40番と4番そして他選手が殺到しましてこのランを阻止しております。セカンドダウンに変わります。素晴らしい活躍しましたのは4番の上谷、明治大学出身。40番は先ほどもコールしました富永です。広島大学出身です。関東学生そして中四国学生のキャリアを積んでいる選手がここで活躍しています。エールズセカンドダウン10、キュービーサークォーターバック4番下がりましてパスを投じようとしました。しかしそこに広島4番77番が佐藤、パスを投じる前に倒しました。キュービーサーク約5ヤードのロスと変えています。見事キュービーサークしましたのは4番の上谷、明治大学出身。77番の西村と、島根大学出身のプレイヤーです。エールズサーダウンロングの状況になります。ボールオンは自陣25ヤード。さあここはランでトップを図ります。キャリア21番ハンドオフを受けて右オープンへのスプリントドロー、スピードに乗りましてまさにこの距離一気に突きランとする勢いでしたが、しかしこれを止められましてフォースダウンに変わります。しかし素晴らしいランを披露しましたのはエールズの21番の東浦でした。桃山学院大学出身のプレイヤー。エールズフォースダウン3パントフォーメーションを取ります。このパントを絶妙の転がりを見せまして広島陣18ヤード付近で外へ出ました。この位置で攻守交代となります。エールズ広島のディフェンス圧力によりましてパントという形に終わりましたが、しかし陣地挽回を図るには成功いたしました。アメリカンフットボールは陣地そのものは勝敗には全く関係がありません。アメリカンフットボールは点取り合戦です。しかし陣地はミスが発生した際の得失点に大きく影響します。この強弱のバロメーターとして陣地はご覧いただければ幸いです。さあ攻撃権変わりまして広島の攻撃、ボールオンは自陣19ヤードから広島ホークスファーストアンテン、さあまずランプレーから入ります。ナニバック20番ハンドオフを受けて密集点に突入、キャリアゲインは約1ヤードほどとなっています。エールズもこのランプレーに関してはディフェンス自信を持っている模様です。ラハルワイ様、貴重なライブ配信いつも感謝していますのメッセージありがとうございます。多くの方々にこのアメリカンフットボール XE のアメリカンフットボールを見ていただきたいという思いで やらせていただいております。さあこれもエールズナイスディフェンス、再び中央突破を今度は39番に託しましたが、これはエールズ66番立ちはだかりましてこのランを阻止しております。見事にタックルしましたのは66番の、池永でした。京都産業大学出身のプレイヤー。広島サーダウン9、パス不成功、ここでパスによる突破を図りました。ワイドレシーバー14番のパスでしたが、このパスはオーバースローでパス不成功となっています。広島フォースダウンに変わります。広島フォースダウン9パントフォーメーションを取ります。
このバントをハーフウェイを越えたところでボールが止まりまして、この位置で攻守交代となります。攻撃権変わりましてリードイホートエールズに変わります。ここで配信をご覧いただいている皆様にお願いがございます。できましたらこの配信がお眼鏡叶うようでありましたら高評価ボタン、そしてできる限り簡単で結構ですのでチャット内のメッセージを入れていただければ幸いです。 YouTube はその構造上高評価、そしてそのチャット内のメッセージがその後多くの方々へのご視聴の機会を招くか招かないかの大きな分岐点となります。できる限り彼らの融資を多くの方々に知見いただくようぜひ叶いましたらご協力をよろしくお願い申し上げます。さあ攻撃権変わります。エールズ自陣47ヤードからファーストダウン10。さあ今度のランプレーは出ます。ナニバック34番、テールバックの位置からハンドオフを受けてブロッカーを生かし約8ヤードのゲインを果たしております。ここはこのランプレーはまず出ました。キャリア34番の八木のランでした。近畿大学出身。エールズ相手陣に入りまして相手陣45ヤードからセカンドダウン2。これもランで突破した。リードイホートエールズファースト。今度はショットガンフォーメーションからランニングバックにハンドオフしまして21番左に展開してそこから切れ上がり攻撃権更新です。リードイホートエールズファースト。見事攻撃権の更新をしましたのはランニングバック21番の東浦でした。桃山学院大学出身。さあエールズも攻撃権更新となっています。ボールオン相手陣40ヤードからファーストダウン10。前が空いているが追いつくか。入った、タッチオン。ここで再びランプレーでした。ランニングバック34番ハンドオフを受けて右オープンに展開、オフタックル付近を突破しそのまま相手ディフェンスを振り切って独走、そのままエンドゾーンを囲んでタッチオン。リードイホートエールズ34番八木の快走によりまして先制のタッチオンを挙げております。6点獲得。エールズスナップ乱れましたがこのトライフォーポイントキック決まりまして1点追加です。リードウフォートエールズ7点、広島ホークス0点。まずエールズがタッチダウンで先制する形になりました。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けると2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはこの後にボーナスのワンプレーがありここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点としては自分たちのエンドゾーンで倒される自殺点セーフティーでの2点です。この結果アメリカンフットボールの得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点の5通りになります。この足し算によって得点が構成され引き分けは起こりにくい方式になっています。そして先ほど得点を挙げたリードイホートエールズのキックオフで試合再開です。アメリカンフットボールはラグビーと違い時とも上げた側がキックオフし試合を再開します。従いまして必然的に失点をした側が次の攻撃を得やすい形になります。さあ広島リターンに入った。リターンは10番相手の出方を見るように右オープンを迂回しておりました。自陣28ヤード付近からの攻撃を得ます。さあ得点を許しましたがしかし広島の攻撃に変わります。広島ホークス自陣27ヤードからファーストダウン10。エールズディフェンス陣殺到しました。キャリア20番そのディフェンスが追いすがるところを右オープン迂回しましてこれを約
105ヤードのゲインに変えております。見事なランを決めましたのは玉山です。京都教育大学出身。さあこれでまず前進図っておりまして、セカンドダウン5の状況ですが、ここでホイッスルが鳴ります。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、広島ホークス0点リードエフォートエールズ7点。まずリードエフォートエールズが先制している形で第1クォーター終了し、これより第2クォーターに移ります。